それにしてもね、昨日、今日ですかね。まあ、緑の党の、三宅洋平さんのことについて、まあ、ちょっとブログに書いたんですけども。まあまあ、ここではもうこれ以上、僕はもう勇気もないというか、やっぱりね、もう負けてしっかりと反省しなさいと。もうそれだけですね、言いたいのはね。いや、本当にね、まあ、これを思ってるのは僕だけじゃないっていうことは、まあ、言っとくと。まあ、いうことで、まあ、それはいいんですけども、まあ、それはブログの方で、ちゃんと、読んでもらえたらなと、まあ、思うんですけども、まあ、やっぱり、ここに来て、まあ、その、昨日ですか、僕、これはさっき知ったんですけども、まあ、テレ朝の、世論調査で、安倍内閣支持率が、5割を切ったと、46.4% ですかね。っていうのが、まあ、やっぱりだんだん下がってきたというか、まあ、当然ですよね。やっぱそのアベノミクスなんていうのが、本当実態がないと、株価乱高下させて、何が景気回復じゃっていうぐらいね、本当もう、おかしいと、いや思ってるんですけど、やっぱりみんなそう思ってきたと。まあ、やっぱり参院選で、まあ、投票日が21日ですか。まあ、期日前投票はもうやってますけども、やっぱりそれに近づいてきて、やっぱり不安になってきたのかなっていうのがね、やっぱ僕は思いますね。やっぱり自民党が圧勝するのは、まあ、間違いないと。まあ、70議席ぐらいですか。取るかもしれないんですけども、やっぱりその一方で、不安な人もたくさん、まあ、いるということでね。まあ、それはほんなどこに入れたらええねんと。民主党かといったら民主党もどんどん支持率下がってきて、もうやっぱりその今すごく勢いがあるのはやっぱり共産党ということでね。まあ、このテレ朝の世論調査でもですね、まあ、自民党、民主党について 5.5% っていうね、本当になんか共産党は勢いあるなと。まあまあ議席倍増とかね、倍増どころか3倍増するんじゃないかっていうぐらいの、まあ今共産党が勢いあると。まあだからなんていうんですかね、まあ共産党がいいというよりも、やっぱり野党が、ダメすぎると。民主党が、やっぱりもうダメすぎたと。だってもう民主党なんか自民党と変わりませんからね、言ってることがね。まあ、消費税も TPP も、原発再稼働もですね、自民党と全く同じでですね、その対立軸が全くないと。そんな中で民主党がその支持率を下げるのは、まあ、当然かなと思いますね。まあだからもう、なんか、しゃあなしにっていうかですね、やっぱ共産党が都議選で議席を倍増させたということもあって、もう、選択肢がですね、もう共産党に期待するぐらいしか、もうなくなってきたというのが僕は、本当のとこかなと。まあこれ共産党の人聞いてたら気悪いかもしれないですけども、まあ、だからそれだけにね、やっぱりその期待ももちろんありますから、共産党のその責任っていうのが僕は大きいと思うんですよね。まあ、これだけ、支持率が上がってきてるっていうのはね。だから僕は本当にその共産党10議席、まあ、取ってですね、本当にその自民党を、やっつけるなりですね、原発再稼働止める、TPP も、やめさせる、消費税も、増税させないと、まあ、いうことをね、やっぱ本当に、やってくれるのかどうかっていうのが、これからその共産党のね、まあ、国会論戦とか、本当にそこはね、やっぱり見られてると思いますね。今はまだ期待値っていう、とこなんですけども、まあ本当に、だからまあ、その10議席取ったぐらいで、どこまでできるのかという問題はありますけども、ただやっぱり他の、野党の10議席と共産党の10議席っていうのは、違うって言われてるますからね、やっぱり本当にその、自民党っていうのは、本当にもう、なんていうんですかね、本当にもう利権政党ですから、悪いこともいっぱいやってると。まあ、その代表的なのは国土強靭化計画だろうと。もう本当にその土建屋ばっかり儲けさせるようなことを、やってですね、その土建屋から、献金を要求すると。まあ、いうのがこれ共産党のね、まあ、Cさんが、この間その、岸
記者会見で暴いてましたけども、本当にそういうことを一生懸命やってほしいなと、まあ、思いますね。あと本当その震災だけじゃなくて、その貧困問題というか、失業問題だったり、その生活に困ってるっていう人もたくさんいますからね。やっぱりそういう中で僕を評価してるのは、やっぱり共産党がですね、生活相談っていうね、これ他の党は全然やってませんからね。本当に例えば生活保護の問題とか、他いろいろな問題とかですね、そういうのにちゃんと取り組んできたのが、共産党やからですね、僕はそこはね、本当に高く評価してるんで、まあ、頑張ってほしいなとっていうのは思いますね。まあ本当に共産党の清水正さんもですね、なんか本当なんかもうすごいもうイケイケになってるみたいですけど、本当なんか体気をつけてほしいなと、どこで言うとんねんっていう感じなんですけども、まあ、頑張ってほしいなと思いますね。まあ、本当なんか勢いはね、今ありますからね、本当その接戦区の、神奈川、福岡、埼玉ですか、愛知ですかね、なんかひょっとしたら本当にそのままですね、民主党を引きずり下ろして、議席取れるかもしれないっていうことになってますからね。まあまあ本当なんかもうすごいですね。まあ僕はなここまで、共産党がですね、まだ確定じゃないですけども、まあ、伸びてくるとは思いませんでしたね。本当にもう共産党応援してんの僕ぐらいちゃうかなと思ってたぐらいなんですけども、いやいやと、で全然違ってたっていうね。やっぱ期待はですね、ものすごいなと、思うんで、本当に頑張ってほしいし、その国会でもね、本当に頑張ってほしいと思いますね。やっぱりその、まあ本当に、まあまあ本当にもう共産党にね、もう頑張ってくださいと、とりあえず言いたいですね。まあまあということで、今日はこの辺で、いつもありがとうございますということで、まあ、まあ、投票はね、本当に行ってほしいですね。まあ、どこに入れるにせよね、まあ、本当にまあよく考えて、投票所に行ってくださいと思いましたということで、今日はこの辺で、いつもありがとうございますということで、さようなら、バイバーイ。今は私にとっては戦争なんですよ。はい。負けることもできない戦争、私にとっては。小出弘明です。ポポンプーニャ。